僕行きますよ。やはりね、デイサービスの方ってね、もうだんだん高齢化して、あ、ちょっと待って、ごめんなさい、止まっておった。ちょっとこれ、操作お願いします。はい。そういうことでね、少し皆さんの知ってる歌あるといいな。それから、本当はちょっと演歌もいっぱい入れたかったんだけど、ちょっとドロドロになっちゃうところもあるので、爽やかな歌をちょっとピックアップ。なぜいつもこんなんでこっちアニメこっちあっちってやってるもんですから、今日はまずイルカちゃん行きたいななんて思っております。名残です。何曲で一番からでございます。これが何回なんだどういうかじゃん、これが何回なんだよく考えたじゃん、スライブっていいかもね、いいかもあって私もできそうだね、勇敢でやってもいいね。今はさ、保育園でもあってね。この人もあってもいいね。外れの雪が降ってる、東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく、名残雪も降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった、去年よりずっと綺麗になった。知ってる人がいたら一緒に歌ってやってください。Thank you.
私を見て涙浮かべてた。その顔が辛い。Thank you.
さよならはその日の印で知らないかもしれないけど、この歌ちょっと大好きなので持ってきました。ジェイサテンの恋人たちの神話って歌なんですけど、知ってる方いるかしら。Thank you.
とこそそれだけ愛されて傷ついて死にたくなるほど泣き濡れてもその
あとね何分しかないんですよ。ちらっとしがみしてしまいました。なのでね、やはりこのランタンなのでね、演歌歌いたいなと思いつつ、ね、サイレントにも歌いたいなと思うんです。どっちがいいですか？演歌がいいでしょうか？どっちかわかんないね。唐島みどりさんのサイレントイブを最後に歌いたい。ちょっと水分取ってから。はい、それでランタンね、どうなんでしょうね。かんちゃんはもうそろそろ、あ、かんちゃんちょっと所長さんはね、あ、なんかね、ロカロンが来ましたよね、待ってやってください。でそしてランタンまで少しずつ40分からですけど、もうちょっとくらいつけ始めてもいいんじゃないかなと思います。ぜひね、ランタンフェスですからね、ぜひね、今日何回目でしょうね、今日ね、呼ばれてもらって本当に感謝しております。ではサイレントイブ、よろしくお願いします。一度私の夢を
掴むまで本日は もう一度私の夢を掴むまでさえれつな最後まで成長ありがとうございました。マリンフレンズ終わりにしたいと思います。その後ランタンフェス、ランタンねつけて、それからね素敵な太鼓、それからいろんなものがね楽器ありますよ。サックスもあればギターもあればオカリナも、ね、オカリナもあります。ぜひね最後までぜひ聴いてやってください。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。では、ランタンの次の太鼓のための準備を行いますので、一旦ちょっと休止させていただきます。ありがとうございました。